ばその基礎問とか、はい、まあ、青チャートとか黄色チャートとか、はい、あの辺を要は使って完璧にしましたと、はい、なって初見で9割とかいきなり行く人いるんですよ。対策で全然してなくても基礎がちゃんとできてるからっていうことで、すごい。武田塾チャンネル。もう入試本番ですよ中森先生。始まっちゃいましたね、はい、もう僕はもうセンター大失敗して、もうめちゃめちゃこの時期落ち込んでましたから、はい、もうそれでもやっぱ自分を信じて、うん、あの今まで教えてくれた先生方を信じて僕は最後まで入試突っ切りました、うん、そしたらうまくいったんで、はい、そういうわけでね、もしなんかあの直前期だけどね、なんか悩んでることとか相談したことあったらね、はい、もう本当にギリギリだけどぜひ相談してくれればと思いますので、はい、そんな受験生の悩みに答える番組は受験相談 SOS。 皆先生、はい、今回の質問ですか。はい、今回の質問は、うん、阪大経済学部志望の高2です、うん、今僕は数学は記述式の参考書で基礎を固めているのですが、うん、塾で緑チャートや短期攻略のようなセンター式の参考書を使った方がいいと言われました、はいはい、センター式の参考書を使った方がいいのでしょうか、うん、いやそれとも夏前に過去問の前に使った方がいいのでしょうか、うん、はい、ということです。まあ、今どこやってるのかにもよるんですけど、はい、まあ、基礎がもう終わってる状況なのであれば過去問、センターの過去問を解いてみればいいと思います。まずセンターの過去問を解く、うん、で、はいはい、取れないならやったらって感じです、はい、なるほど。点がちょっと足りなかったらあの付け加える形で、要するにセンター式の対策しないとセンターの点数が取れないならセンター系の問題集やった方がいいよって話ですね、はいはいはい、これは結構人によるんですよ、はい、要は例えばその基礎問とか、はい、まあ、青チャートとか黄色チャートとか、はい、あの辺を要は使って完璧にしましたと、はい、なってじゃセンターの過去問なり実践問題集もしくは模試だったりを受けてみましたって言って、はいはいはい、初見で9割とかいきなり行く人いるんですよ。対策で全然してなくても基礎がちゃんとできてるからっていうことで、すごい、はい、うん、だそういう人なら別にセンター対策はいらないんだけど、はい、大半の人そうじゃないわけですよ。そうですね、9割はちょっともう本当一部みたいな。あとそのやっぱ形式がやっぱ全然違うわけじゃないですかね、はいはい、その問題集のままではなくて、センターだとやっぱ時間厳しいし、はい、で形式も結構その特殊だからマークに特化してる形だからね、はい、なのでそのやっぱ練習しないと厳しいかなっていう人は多いと思うんですよ、うん、はい、なのでまあそれはでもあの必要ならっていうことにはなるんで、まずは過去問で試した方がいいんじゃないっていうセンター、ね、センターの過去問でどれくらいちょっとできるのかっていうのを、はいはい、見てもらって、そう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 、はい、でまあそれであセンター全然取れねえってなったら少なくとも8割ぐらいで安定するまではセンター対策一旦やった方がいいんじゃないかなっていう、はいはいはい、遅くとも夏には終わりきるように、だから今すぐセンター対策をすぐ入れとは言わないけど夏にはあのセンター8割は超えられるように、特に数学とかの主要科目はね、はい、夏には8割、はいはい、夏中にはね、はい、うん、ぐらいのつもりで考えるとやっぱり7月とかぐらいには短期攻略とか入っておかないと夏中にはやっぱ終わりきらないとは思うから、そうですね、はい、まあ、なので今の時点でいるかいらないかちょっと確認するぐらいやっておいてもいいかも、まあ、今すぐじゃなくてもいいけど、まあ、4月とか5月ぐらいには1回確かめておいて、あやべこれ取れねえやってなったらセンター対策を加えるっていうふうに、考えた方がいいかな、夏初めぐらいに、うん、そうですね、うん、はい、このように試してみてください。そうですね、はい、まあ、センターは対策しないとなかなか取れない人が、ね、特に、うん、理系科目はやっぱり多いかな、うん、英語や社会はね割となんとかなったりするんだけど、国語もまあ結構この辺りはやっぱりちょっと解いてみて、はい、対策いるかいらないか考えた上で必要かどうかを決めた方がいいと思いますね。そうですね、はい、はい、なのでちょっと1回問題に触れてみてください。はい、はい、それでは今回は以上です。はい、武田塾では全国の校舎で受験相談受け付けております。お申し込みこちらから最寄りの校舎探してみてください。そしてですね、私中森が宿題のペース管理をして生放送でその結果を読み上げるスタジオコース毎週火曜日やっております。詳細こちらからよかったら見てみてください。そして、武田塾チャンネルですね、チャンネル登録募集しております。よかったら登録をお願いします。